ハルナティックステーション。スマートフォン片手に配信をお聞きのリスナー様、こんばんは。あなたのお耳の清涼剤、はるな蓮です。金曜日週末の夜をいかがお過ごしでしょうか。本日も30分という短い時間ではございますが、お付き合いお願いいたします。はい、皆さん来ました。ハルナティックステーション第20夜でーす。わお、いいですね。ついに20回目の放送、20回目の配信ということですね。いや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 、うわー、感慨深い。いや、もうなんか思わずちょっとグッときているはるな蓮なんですが、いやいや、オープニングだよっていうね、ちょっといやいや、オープニングだよっていう、そういう目をして今見られている気配を感じます。はい。いや、先週ね、言ってたんですけど、20夜ということで、これはちょっともう、いいんじゃないの？ちょっと、パーティーだわー、みたいなね。ちょっとそういうテンションの振りをちょっとこのオープニングでしておきたいんですけど。ね。みんな付き合ってね。みんな番組の後付き合ってね。返さないぞー。っていう、すいません。謝っとこう。はい。いやいや、夏でね、暑くてね。私の最近というと、私高校野球が大好きなんですよ。なので、もうね、もう、来ました。球児の季節ということで。本当に、まあ、テレビでね、やってる試合の中継なんかもそうですけども、それ以上に街を歩いてると、大きなね、エナメルバッグを持った、真っ黒に焼けた球児たちが、電車に乗ってきたりするわけですよ。いいなぁと思って、もうこれぞ夏と思って私は、見てないようで見てます。チラッチラッと。おまわりさん違うんです。はい。そういう弁解だけをちょっとしておきたいと思います。あとはそうですね、平蜘蛛ちゃんのゲームをね、私、やっていて。これがまたもう、すごい分岐なんですよ。もう本当に時間泥棒で、すごくなんというか、充実したゲームライフ送っております。ね、なので、夏の夜のお供のゲーム、皆さんもなんかおすすめあったらぜひ教えてください。はい。それでは、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。